えっと、ビズ、えー。えサイエンスニュースを伝える理系通信、えー、今回のテーマは数学的必勝法です。ゲストをお呼びしています。えー、兵庫県の慶明学院高校2年の真鍋光さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのまだ高校2年生にもかかわらず、あの数学の分野で次々と成果を上げていらっしゃいます。そしてもう一方。真鍋さんの指導担当である数学者の宮寺良平さんです。よろしくお願いします。ます宮寺さんは。 数ヶ月前にもです、ね、こちらの動画で取材に応じていただきましてその時も高校生と一緒にチームを組んで数学の研究をしてそれが海外の学術誌に掲載されるという快挙を成し遂げたわけなんですけどなんと宮寺さんはまた別の高校で真鍋さんら中学生高校生と一緒にチームを組んで次々と論文を発表したりまた学会で発表したりしているということなんですけど、うん、あの高校生と一緒に研究をするということにこだわっているように思えるんですけどその理由っは何なんでしょうか。まあ一番あの 簡単な理由はすごく楽しいってこといこなんですろんなあの、えーとまあ、頑張る人もいるしちょっとサボりっのある子もいるんだけどもみんなでワイワイやってでそれが結果が出るとであのもう本当に楽しくって、えーとまあ、夢でもあの見てしまうぐらい楽しいんですけども <laughs> 毎<日>でもう一個は、えー、もう長年やってきてあの高校生なんかの若い発想と、えー、僕の、まあ、経験とか知識を合わせたら、はい 多分あの世界のいろんなところの学者と結構対等にやっていけると,というのはすすごく思ってます、はいまでで、ね、今日はです、ね、このお二人に教えていただくのは必勝法の数学ということでなん、まあ、じゃそれという感じかと思いますが、まあ、具体例がちょっとこちらにありまして、はいまあ、こちらは石取りゲームと、まあ、あの知っている方もいらっしゃると思いますが、まあ、これ石ではなくてちょっと積み木ではあるんですけれどが、えっと、2人で対戦してで、えっと、交互に何個かこう積木を石を取っていくと。 で最後の1個を取った人が勝ちみたいなゲームですね、はいまあ、こういったものを一人ゲームっていうんですけどちなみにあの真鍋さん例えばこれ2つ山があってそれぞれ5つ積まれてるとこの場合ってこれ必勝法っていうのはあるんですかはいありますその場合だと後手が必勝になります、はい、後手の人が絶対勝つとはい、はい、じゃあちょっと具体的にちょっとやってみるとじゃあ私が先手だとすると、はい、まあ例えば私が2つ取りましたと、はい、えっと先ほど取られたのとはまた違う山の方から2つ 取りますはい真鍋さん2つ取ると、はい、じゃあ私はじゃあ1個かなじゃあもう1つの山から僕も1個 1>, 1個取ります、はい、ええー、まあ積んでますねこれはねちょっと積んでるんですが、まあ、1個取ると僕も1個取って私が1個取ると真鍋君が1個取って勝つと,、はい、という必勝法があると、はい、つまりこれどういう,こうパターンというか必勝の勝ち筋っていうのがあるんでしょうか、はい、二つ山の場合だと、はいえ 自分の手番で、えー、常に、えー、2つの山の石の個数を同じにしていくようにすれば、はい、最終的にか自分が勝てるっていうふうになりますはあ、はあ、先手が2個取ったら真似後手はまねして、はい、2>, 2個取れば,個取れば必ず勝つ必ず勝てるちなみにじゃあ、えっと、例えばこんな状況だったらどうするんですかえとその場合には先手が必勝で、はい、えと先手の人が、えーそのえー、なんか7つの山の方から4つ取って。はいはい 先手が、はい、2つの山の石の個数を同じにすれば、えー、先手が勝つことができてここからは先と逆転するというか、はい、まあここからはまた先手の人があ後手の人がこう取ったらものまねをしていくいう、はい、そうしていくと必ず勝つということで、うん、まあこの2つ山の場合はこの必勝戦略をまとめるとどうなってくるんですかね。はいえー、と自分のの手番でつ 山の石の個数を揃えていくということをすれば最終的にすべてがなくなる場合には自分が自分の手番で最後の石を取れるということになるのでまとめると最初に与えられた条件として山の高さが同じだったら後手飛車違ってたら先手必勝ということになりますちなみに、まあ、これはまあ非常に単純な例なんですけど例えば山が3つだった場合、はい、これ。 これは先手必勝なのか後手必勝どっちですか。そうですね。その場合には後手必勝になります。これ後手必勝。後手必勝です。わかるんですか。まわかります。え例えば、こうだったら。そうですね。その場合だったら、ええ、先手必勝になります。わかるんです。これ、わかります。なんでですか。実は、えっと、頭の中でグランディースっていうのを計算していて。それを用いて、先手必勝なのか後手必勝なのかっていうのを、実際に計算して。 確認していますグランディースと、た、まあ、多分この動画を見ている人のほとんど知らない概念だとは思うんですけども、はい、それがまあ必勝法の鍵になってくると、はい、グランディース、まあ、これは後とで詳しく説明していただくということですね、でまあ、こういったの石取りゲーム以外にもあのこう必勝が存在するゲームというのは、いろいろあるとで、それを探究する分野というのが組み合わせゲーム理論というまあ数学の一分野になっているということですねでここののの組み合わせゲーム理論この魅力ってのはこうはなんですかね。 そうですね、えー、とゲームっていう一見、本当に数学とは関係のなさそうなものっていうものなんですけどその,あの背景にすごく綺麗な数学的な構造が隠れてるっていうのがやっぱり魅力かなっていうふうに思いますなるほどで、まあ、あのいろいろと身の回りにこういう必勝法が隠れてるってことであのちょっと私の家にあったこれ持ってきたんですんどプッシュポップとかっていうおもちゃらしいんですけどいろんな遊び方あるらしいんですけど、まあ、例えば2人で対戦してこの。 一手で、まあ、3つ以下のこのプチプチを潰せますよと例えば私が2つ潰して相手が3つ潰していくみたいなことを繰り返していって最後の1個を潰した人が勝ちみたいな,あ,なあの遊び方あると思うんですけど、うんはい、実際は私、あのこれ昨日6歳の娘とやってあの、まあ、これ簡単な秘書があるんで、うん、あの全勝しまして、うん、あのそしたらあの娘が泣くっていう事件があったんですけれども <laughs> まあこんな感じで身の回りにいろいろとこういったあの必勝法は存在していると。で 先生ですね。この組み合わせゲーム理論というところは、あの先生の研究テーマとしてめちゃめちゃお勧めだと考えていると聞くんですけど、これ理由何なんでしょうか。一番特にあの中高生にとって大きいのは、まあ中高生でもできるテーマがいっぱいあるってことなんです、ね。はい。で、あの数学っていうのはあの歴史が長い分野ほど、まあどん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 理論が難しくなりまして、はい、もう10年勉強しても先端に行けないとかいうのはいっぱいあるんですけど、はい、組み合わせゲームの場合には。 えー、多分始まったのは120年ぐらい前から始まりまして、うんはい、でコンピューターの進歩があの非常に大事だったんで実質40年ぐらいがあの一番発展してるんですね、うん、あこの分野はあのコンピューターとも関わりがあるですからあの新しいためにあの残ってることが実はいっぱいありまして、うん、あの高校生でもちょっとやれば出てくることがいっぱいあると。でまあ 簡単に言いますともう本は多分日本中で10冊ぐらいしかないと思うんですけども探してどれか持ってきてでそれをちょっと読んでみてもし3分の1読んでも3分の1の中で面白いなと思うことをまず見つけるでそれをちょっと変えてみるんですね。そううするるとと変えてみるだけででもうテーマができちゃうと それからあとはすごく新しい分野ですからもしあのちょっとでも興味を持ったら今あの研究集会というのはあのよく行われてまして、えー、多分数学の中では一番仲がいい <laughs> 研究集会で実際一昨日昨日も東京でこの学会があったわけですそこに高校生の真鍋さんと、はい、まあ40代50代とかの一流の研究者が一緒になってわいわいがやがや議論してると、はいうしかも学会終わるとみんななら帰らないというですね <laughs> 普通、学会ってもうちょっとみんなさらっと変えるんですけど、<laughs> あのなかなか変えずっと議論しちゃうっていうぐらいのあれですね。えー、もう高校生とかでも,も、未解決問題をなんか発見し、それを証明するみたいなことが実際に可能な、はい、可能なんですね、うん、で今、これ、あんまり参入している人が少ないうです、ただ、これきっかけにまあ参入者増えたら、正直言うとねあの、あんまりライバル増えないほ <laughs> あが、業績はいっぱいできるっていうのは、正直思ってるんですけど、はいはい、やっぱり日本の今を考えてますと、 もうこれからやっぱり創造的な若者を育てなくちゃもうそんなことをあの自分たちのことだけ言うてるほど余裕ないと思いますので、うんであの参入してくださいということでまあ今日はですねそんな組み合わせゲーム理論のですね奥深さとか真鍋さんどんな新しい発見をしたのかとかですねそしてこの分野の研究何の役に立つのかゲームのこの研究して何の役に立つのかまあ、そういったお話をいただこうと思っておりますはいじゃあここから主にスライドを使って真鍋さんに説明していただこうと思いますよろしくお願いしますはいはい では始めさせていただきます。はい、はい。まず、えー、グランディースっていうものについて、えー、先ほども話したようなグランディースっていうのは、はい、まあどういうものなのかっていうのを説明していきたいと思います。はい、必勝法の鍵となってくるやつですね。はい。はい、やっぱり組み合わせゲーム理論では、その数学的にそのゲームの必勝法っていうのを研究するんですけど、うん、そのためにグランディースっていうのが、えー、まあよく用いられるんですね。はいうん、で、まあ今回掲載された論文においてもこのグランディースっていうのが研究のまあテーマになっているので、まあこれについて。 説明していこうと思います,いますこの二つ山の、えー、石取りゲームっていうのを使って、はいえー、説明していいこうと思いますあ、まあ、まずはまあ簡単な例ですねこれはまああの先手必勝後手必勝さっき説明したように、まあ、非常に簡単な法則ありますが、まあ、それを、はい、まあ例にちょっと説明していく、はい、ということですね。はい、そうですね、はい、でグランディースの定義っていうのをまず一番最初に説明すると。 まあ,ある状態のグランディースっていうのはそこからの行き先のグランディースにない数字の中で最小の歩でない整数っていう結構あのちょっと何言ってるか分からないのに定義ではありますけどもこれはちょっと分かりやすく説明していただくということですねここからはい、はい、じゃあまずこの、えー、とこの2つの山で石が2つずつあるような場合を使って説明していきます2つの山の、まあ、こんな状態から始めて出てくる行き先っていうのを全て書き出していきます はい、あの最終的にやりたいことは、はい、この最初に与えられたこの状況のグランディ数というものを求める求めていくこれが分かれば 1>,、はい、1なのか2なのか分かんないですけど分かれば先手必勝なのか後手必勝なのかが分かるということですね、はい、ただすぐにはちょっと求まらないんでということですね考えられうるすべての場合を、はいえー、書き出していくという感じになります。はい でえまずゴールの部分からグランディー数を決めていきますは行き先に何もないともうそこからはもう取れる手がないので行き先がないので、えー、その、えー、行き先にない最小の負でない整数っていうのはゼロになります、はい、あのグランディー数の定義は、はい、あちょっと戻ってもらって、はい、行き先にない最小の、まあ、ゼロ以上の整数ってことで、はいまあ、そもそも行き先がないのでここはゼ,ロゼロとというふうになります。はい まあ今のところ何やってるかが意味不明だと思いますが、はい、ちょっと続けていただいて、はい、じゃあ次に、えー、この局面のグランディスを求めていくんですけど、はいはい、この状態からはゴールにしか行けないですね,そうですね行き先はこことなので行き先には0しかありません、はい、なので、えー、行き先にない最小の負でない整数というのは1になります行き先に0がありますから、はいはい、行き先にない最小の0以上の整数は確かに1ですね、はい、なのでここのグランディスが1になると。はい 続けてでここの局面のグランディスを求めていくと。ここは行き先にゼロと一、まあゼロと一が埋まっててで行き先にない最小の整数っていうのは二ですね。はい、はい。ここのグランディスは二になりますで。このような感じで続けていくとまあここはこれは、はい、これ行き先にない最小のゼロ以上なのでこれゼロがないんでゼロ、はい、が割り当てられてる。はい。ちょっとまあ癖ありますけど。はいはいはい。まあ慣れてくるとわかるかなと思います、ね。<laughs> ちょっとずつ。はい。 次にここを求めていくとこですね数直線をイメージして012が埋まってるからその次が空いてるということで3いなります。で最終的にこの局面からはこれは0が埋まってないんで最初の状態ですね与えられた最初の状況は0とはい、このようになります。でこのようにしてそれぞれの状態にグランディスっていうのを与えていくことができます。 確かに。はい。で、このグランディースっていうのを用いることには、まあ、いくつかの利点があるんですけど。はい。まず、やっぱり一つ目は、この局面、その局面っていうのが。先手必勝なのか、後手必勝なのかっていうのを判別できる点です。ゼロのところから、先手が動いていきますと。はい。ゼロでないところに、必ず、い、つきます。行き先、直接の行き先にはゼロはない。ゼロはない。はい。まあ、これ、まだしっくりこない人多いと思います。まあ、これ 定義上そうなりますね。確かに行き先にない最初なので、でこの後ゼロでないところからっていうのは後手は必ず、えー、そこからゼロに少なくとも一つゼロに行けるところがあるので、は,はい。確かに行き先の三つのうち一つゼロがありますね。はい、まあこれも定義上確かにまあそうだなって感じですね。はい。で 必ずそのゼロに行くしたができますとで従って最終的にグランディ数がゼロであるゴールのところっていうのには後手が行くことがでできるんですねこれでいうと、はい、まあゼロっていうのはまあ勝ちの状況この状態にいけたら勝ちなんですけれども今これでいうとスタートがゼロになってると<先>じゃ先手は絶対にゼロ以外のどっかに行く,いくでその次後手は絶対にゼロに行ける,行けるとそこからゼロ以外ゼロとやっていけば、はい 必ず後手がゼロのところから始めれば勝てると。なるほど、まあ、まとめると、えっと、最初与えられていたこの石の個数こっからグランディ数というものを求めてそれがゼロだったら後手必勝になってゼロじゃなかったら先手必勝ことになります。ということが分かるということですね。はい、なと、ねはいうことで例えば他にもこのような先ほど紹介されたようなまあこれですね。はいあの まあ二つ山は正直あのグランディスなんて調べなくてもパッとわかるようなものなんですが、はいこれですよね。はいこれがちょっと先ほど魔法を使ったのかなっいう感じで <laughs> どっちが必勝なのかっていうのを教えていただいたんですけども、これもわかるとグランディスね。はいまあこのようなえまあ三つ山の一人ゲームのえまあ、はい あのが後手必勝なのか先手必勝なのかを知りたいっていう時にま,あまずグランディースを調べたいと、はい、でもまあここでさっきの先ほどのように全ての行き先っていうのを書き出してみるのはやっぱり面倒くさいのであーあーあー矢印のあれ辿っていけばまあ最終的に分かるんですけども、ねはい、そうですね一、はい、回一回そういうふうにやっていくのはちょっと無理があるっていうことで実はこの石取りゲームではまあこの,えとまあえあの山がいくつでもこの グランディースの公式っていうのが実はこの石の数から求まるっていうことが知られていてその公式がはいもうすでに発見されているのでまあそれを用いることができるとで例えばえその前にえそれを紹介する前に排他的論理話っていうものをまず紹介しないといけないんですけどはいちょっとこれもまたあのまあコンピューターサイエンス経験ない方はギョッとするようなとうかもしれませんがまあちょっと聞いていただけたらと思いますは。っいはいってていいううつのえ数のの数排他的論理は,っていうのは それぞれぞの数を2進数で表してその桁ごとに繰り上がりをせずに足し合わせたものであるっていうものになります、ねはいはい、じゃあ具体例を一つ、はい、紹介させていただきます、はい、この「排他的論理話」っていうのはこういうあの記号を使ってういう使書くんですけど、はい、まあ12と14の排他的論理話っていうのは実は2になります 2> 2、はい、なぜならその12っていうのは2進数で1100っていうふうに表されます、はい で十四っていうのは二、えー、進数で一一一ゼロっていう風に表現されます。でこれを繰り上がりなしで足し合わせますと、ここですね。はい、そんな風になっていて、一、はいえー、つ目のあっといくらいのところではゼロ足すゼロがゼロになって、二、ねはいえー、つ目ではゼロプラス一が一になると。はい、で三つ目の桁では一と一で本当だったらこれ二進数なのでこう繰り上がりになるんですけど、ねはいえー、ここでは繰り上がりをせずにゼロっていう風に下ろします、うんまあ。それが書いた時きの文ではいうやつとはい。はい で、同じく四桁目においても、はいえー、繰り上がりをせずに、え足すと。はい、こういうことをすると、結果がゼロゼロ一ゼロっていう風になるんですね。で、それを、ええ、ゼロゼロ一ゼロを、助数に吸い直すと、二。になるになる。というような計算になります。はい。で、この排他的論理は天のを使うと、実は、えー。このさっき紹介したような、三つの山の石の個数、あ三つの山での、えー。石取りゲームにおいては、それぞれの、えー 山の石の個数を xyz というふう風にすると、えー、その xyz の排他的論理はがその局面のグランディー数になっているよということが実は公式としてて知られています、はい、あのまとめますとグランディー数というものはあの定義的には、はい、あのさっきあった矢印です、ねはい、あの状態をたどっていって求まるものなんですけれども今これは公式が求まっていて、はい、えっと3つの山の個数これは123ですね。はい、の 排他的のあま普通の足し算ではなく、排他的論理をすると求められると、はい、簡単に。光、えー、山の個数が1、2、3だったら、排他的論理を計算することで、このグランディースはゼロだということが、まあ、瞬時に、まあ、慣れてくると、暗算で分かると、はいで。ということは、これは後手必勝になるということですか。はい なのでここのはい局面は後手必勝になるなっていうことを頭の中でさっきはは計算していました。じゃあちょっと実際にこれで対戦してみると、まあマラミさんがこ五手私が先手でやってみると、はい、じゃあこの状況で私は例えば二個取ったとすると、はい、その時マラミさん何を考えるんですか。えっとこここれは。 一番最初の局面っていうのがグランディース0だったので、はい、そこから動くとグランディース0のところにはゼロ以外のところに必ず行くのでじゃあ元のグランディース0のところに僕も戻したいなっていうふうに思いますなるほど実際これをグランディースをはいた適論量で計算すると0に、はい、なる0、ねはい、じゃないですねその場合だとグランディースは2になりますなるほど、はい、これ2という数字になると、はい、でこれを0に戻したいっていうふうに思うので、はい、その場合だと真ん中の2つの山を2つとも取るっていうことにこうすると実際にこれは1と。 と1で排他的論理は0になります,あです、ね、あで確かに次私が取ったら真鍋さんが勝つと取って、はい、なるほどですねという形であのグランディ数というのが、まあ、あの必勝法になってくるわけですがそれが排他的論理はというもので簡単に計算すると局面が変わるごとに、えー、毎回計算していけばいいということです、ねはいはい、なるほどですね、はい、えでこれが、えっと、四つ山とかになっても はい、同じことが言えるということですね。ね言えますね。一個ずつ、入った時のみで計算していけば、はい、グランディスが求まっていくと。はい、なるほどですね。で,で、実は、えー、グランディスの利点っていうのは、まあ、この他にも。まあ、いろんな場面で使われていて、はい、まあ、いろいろとあるんですけども。えっ、ー、と、ちょっと今回は、ええー、省かせていただきます。 こういった本とかにあの書かれているので興味ある方は買ってみてください。ただあのさっき先生が言ったようになかなかあのゲットできないというか、<laughs> これアマゾンで探そうとしたらですね。売ってなくてですね。<お>あの書店巡ってやっとゲットしたみたいな感じなんですけれど、まあこんな感じであの書店にバーっと並んでるような分野はまあ調べ尽くされていると。でこんな感じであのあんま本がないっていうのはまあ要は逆に言うと高校生でも新たな発見がまあできますよということでじゃそんな中真ナさんはどんな発見をしたのかということですね。はい、教えてもらえますか。はい。 ではえっと今からこの今回え掲載された論文の内容についいててもえ紹介していきます、はいはい、今回扱ったのは実はこの「三ツ山の石取りゲーム」のまあ変形したものなんですけど、はい、まあこの三ツ山のやつっていうのはこのゲームの必勝法っていうのはもう1901年にハーバード大学のシーボートン教授によって発見されていて。 さっきあの説明いただいたの排他的論理はゼロになるところを見つけていけばいいっていうのは100年以上前に見見つつかかっっててるんですすねはい、はい、はい、もうま数学においては、まあ、ある問題が解決するとそれを少し変えて別のテーマを作ることっていうのがよくあります、うんはい、え三ツ山の石取りゲームにおいてはえこうパスを許可するとどうなるのかっていう問題が提案されましたつまり今回取りませんっていうやつですねははいいパス、はいはい ただこのパスっていうのはプレイヤー2人で1回のゲームで1回だけ使うことができて、うんはい、石がなくなった状態からは使うことができないっていうようなものになります、はいはいはい、最後にパス使ったらね勝ち負け逆転させてしまえるのでこの問題っていうのは実は、えー、と長年未解決問題で実はこのデビッド・ゲール教授っていう、まあ、カリフォルニア大学バークレー校にいらした、えー、先生なんですけど<ー>この先生によって、えー 懸賞金もかけられているそうなんですけど、はい、15年たった今でもまだ解決されてないっていうことにパスがないやつはもう100年前に解決されてるのにパス1回いいよっていう条件をルールをつけただけでめちゃめちゃ難しい問題になってるんですか、うんはい、今も解決されてないそれを解決したってことではない,ないです <laughs> けどこれにすごく近い問題に秘書法は与えられました、はい、でで実は少し話戻るんですけどこの まあ、パス付きの三山の石取りゲームで、まあ、山が3つじゃなくてもいいんですけどこうパスがある状態で、まあ、石がそれぞれ4つ以内っていうような場合に関しては、まあ、すごい複雑な公式が作られているんですね。例えばこういう状況ですね。石の山の数は何個でもいいけれどもその山の高さは4個,4個以内ですよ。そしてパス1回、OK、よという条件をつけた時は。はい 実は公式が求められてると。はい。でどんなのかというと、はい、実はこんな感じになっていまして。はあ、はい。もうこんなのは覚えられないですね。さすがに。はい。そうです、ね。な、はいね、こんな複雑になっちゃうんですか、ね。はい。でえ,ー、えっとまあ結構大変だっていうことが分かってもらえると思うんですけど。ね、いはい。で えとまあ、私たちはこのパス付きの、えー、三山の石取りゲームっていう未解決問題を、まあ、真正面からアプローチするのではなくて、まあ、この問題の、まあ、どこが難しいのかなっていうのを、まあ、いくつかの、まあ、ルールを変更しながら、えー、研究ししてみました具体的には、えー、2人のプレイヤーが交互に、まあ、どこかの山を選んで石を取るっていうここまでは一緒なんですけど。 えー、その山の石の個数っていうのが、えー、N 個あるんだったら、えー、2分の N のあ、えー、と繰り上げ個まで取ることができるっていうの、ね、あのあのこの例でいうとここは7個、えー、と積んであるんですけど7割2は3.5で小数で繰り上げると4ってことで、えー、この例でいうと4個まで取れますよということですね。はい、はい で例えば次3個になったら3割る2は1.5なんで繰り上げると2ってことで2個まで取れますよみたいな、まあ、大体半分の高さまで取れますよっていう,ようなルールを付け加えたときで、まあ、このパス付きの三山の石取りゲームに、まあ、先ほど言ったような、えーえー、と2分の、えー、n を2で割った切り上げ個まで取れるっていう条件を制約をつけて。はい えー、それでパスが使えない場合とパスが使える場合っていうのを、えー、比べてみました、はいはい、実はこのパスが使えない場合についてはすでに研究されていてこの2つのゲームのグランディー数がに何かしらの対応関係がないかなっていうのでパス使えない場合も公式があるってことですね、はい、これと比較することで公式を見いだしたということですかね。はい、ほう具体的には まあこれゲーム1ゲーム2っていうふうに置かせてもらってまあパスなしパスありっていうふうに呼ぶんですけどこのパスゲーム1パスなしの時で石の山の個数が373の時ですねこの時には実はグランディースが4になるっていうことがまあ計算機で確かめられる。これ公式あるからこう簡単に求められるんですね。はいそれはもう求められます。こっゲーム2の時に同じく373でまあこの場合はパスがあると。 はい、いう場合にはグランドイ数が五になると。これは定義通りあの矢印を書いていって求めたら五になりました。五になったっていうことですね。はいはい、でここ他にも、えー、山の石の数が二二七の時にはグランドイ数がこれまた四なんですけどこれは公式があるから四、はい、と簡単になるこると,と。はい、同じく二二七でパス付きにした時これ定義通り矢印書いていって求めたら五になっになった。はいはいはい。はい で何かしら対応関係に規則があるのではないかっていうことを考えました。でいろいろと調べていくとこのような法則があることが分かりました。 ゲーム1の方で、まあ、要するにパスがない場合でグランディ数が 2m と表されるような偶数であるのならばゲーム2でパスがあるような場合に関してはグランディ数がそれに1足したもの 2m プラス1っていうようなものになるっていうことが分かりました。今から研究で分かったと、はい、で逆にに、まあ、同じように、まあ ゲーム1の方でグランディースが奇数だったらそれから1引いたものっていうのがゲーム2でのパス割りでのグランディースになっているっていうことになりますこれは証明もされたんですかはいでこの2つの法則を今回の論文で証明しました、はあ、でまとめになるんですけどはい。はい、パス付きの三山の石取りゲームにおいて 2> N の2で割った切り上げまで取ることができるという制約をつけるとパスなしの場合とパスありの場合にグランディースに分かりやすい対応関係があるとでこの、まあ、実はこのある程度複雑なゲームにおいてこのような関係を持つ場合というのは非常に珍しいのでこのことが評価されて論文,に掲載されあ論文が掲載されました。なななるほど、はい、ちなみにちょっとここは使わないかもしれない あの事前に聞いてなかったんでえじゃあこの状況で今のパス1回ありで半分までしか取れないっていうのはさすがに頭の中で公式もあるけど頭の中で計算はちょっと思ってちょっと思ってたすいませんそうっすよねおその目はちょっと覚えていけばいけると思うんですけどでも今すその場合だと先手必勝になると思います多分ほんとですか すごいです今半分までの時のグランディースを一部覚えてたりする,る <えー S 1> ので多分先手必勝かなと <laughs> これ先手必勝はあで今はもう公式走らせてちょっとはいすごい, <laughs> はいということでいやまあ非常に面白い話でしたねあのまあここまでですね組み合わせゲーム理論の,この魅力とかそしてまあ研究の最先端まあ具体的にどんな新しい発見をしたのかということについてまあ教えていただきましたただまあちょっと気になるのはですね これ一体何の役に立つんだろうかとこのゲームの必勝法を研究して実社会に何か応用とかあんのかなとちょっと思っちゃうところあるんですよそこ先生はどうですか、うんまあ、一つはねもともと結構このゲーム研究する人はあの楽しみでやってる人が結構多かったんですね。うんはい、でただ、えー、かなり大数学者っていう人が、えー、結構参入してきて楽しんでるいうのもあったんですけどただ今あのいろいろあの国も経済もしんどい。 時代にですねあの楽しみでやってるんだってなかなか言えるもんじゃないんですけどちょっと僕らしあの生徒とも相談してどっかで応用できないかっていうのは考えてあ、はい、で今あの AI の研究に使ってまして人工知能、はい、であの普通はあの今までの AI っていうのは AI を使って将棋囲碁とかで実際<ー>の必勝法実際の必勝法は無理なんですけども。はい なるべく強いのを作るっていうんで研究ししてててそ,、ねうん、その結果が AI が AI 進歩してきてるんです、うんうん、で組み合わせゲームは基本的には必勝法を探せるあの分野なんですけども探していくんだけども、えー、公式を作るのが結構難しいんでその公式をデータから、えー、再現する AI っていうのも学べるくも含めてですね、うん、あのやってそっちの方の学会も 読通過でで出してますんであのそっちの方もだから僕らは一応、えー、数学系と工学系の研究しようと。でやっぱりあの僕の夢としては数学っていうのはあのうまいこと発見すると数百年後でも残れると。うん、だけど、えー、その代わり悲しいことにあの目の前の社会にはちょっと、えー、タッチしにくい時があるんでだから数百年の。 残る夢ともう1個は目の前の現実のあの ai もやってみようと、そっちの方はあの結構一切言ってるんですけど、<ー>それが今あの次の年に乗り越えられるとか、そんなん絶対ありますんで、<laughs> あのそういうこともやってます。あの宮寺先生にはもう1つ、ちょっと教育に関してお聞きしたいんですけれども、あの改めてこちらの。 あの画像ですね、まあ、これ、前回の,あの別の高校生との,あの研究成果をあの報じた時のえ発言内容なんですけどあのこの発言がですね非常にツイッター、今 X といんですかねこれでまあバズりましてあの先生、ざっくり言うとあの数学というのはこう天才しか参入できないものと思われているけれどもそうではなくまあそうではない人たちでも全然活躍できるんだと、まあ、特にこうチーム組むといろんなこうアイディアとかが出てきて新しい発見ができるんだみたいなその発言がツイッター上で,ですね非常にバズってまあこの発言を ベースにしてです、ね、あの教育のあるべき姿とか,あのなんか入試こうあるべきなんじゃないかみたいなめっちゃ議論があの巻き起こったんですけれども、まあ、改めてです、ね、先生の考えるその今の教育の課題とか入試の課題とかってどういったところを思っっていらししゃるでしょうかまあ僕の場合は、ね、その制度をどうするかというところにはちょっと分からないんですけど、はい、まあ経験としましてはもともとこういう生徒とグループし始めたのが約30年前なんですけどあの初めは数学研究じゃなかったんです。 で実は30年前に当時僕はあの関西学院の高校にいたんですけどもあのその時に金ジストロフィーの玉木雅人君っていう生徒が、えー、入学してきましてでその時にちょっと僕らが思ったのはあの体が不自由なんでなんか彼と一緒に面白いことしたいなという<ー>初めに思ったんですね。はい、で、えー、っと一番ハンディが少ないのはコンピューターなんでできたらコンピューターでもう最先端のことを 一緒に遊んでみたいいいっててうのを思いましてで当時あの映像編集コンピューターでやったりするのほとんどなかったんですけど、うん、あの高校で映像編集やったりとか、えー、音楽編集やったりとかそれから、えー、コンピューターグラフィックスやったりとかしたんですけどもその時のいろんな仲間が集まってワイワイやってて成長していくっていう でむしろあの一番しっかりして勉強するのは玉木くんで周りはちょっと勉強嫌いなのとか、えー、3日に1回休むやつとかやったんですけどそういういろんな子でやってきたのが始まりましてで実はその玉木くんのコンピューターの一番相手をしていた、えー、生徒が、えー、僕の生徒の中で初めて数学の発見をした生徒なんですね。 あのもういろんな生徒が入ってるいうのがもう,もう本当に普通できたんですね。で僕の感じで言いますとまあ試験でいくと試験は1対1なんで秀才、うんえー、対数学期苦手な子があの勝負したらもう秀才初に決まってるんですけど、うん、じゃあ秀才と。 かなり数学苦手な子場合によっては教科書もちょっと苦手ってちゃんと分かんないっていう子を組んだのと、うん、対もし主催だったら主催、はい、2>, 2人だったらですね場合によっては主催プラス苦手な子の方が面白いことを実はいっぱい出てくるんですね、はい、だからここの教科書がちゃんと分かんないレベルでも面白いことを思いつく子は十分いますいろんな子の中にいろんな宝物みたいなものは実はあってただしまあ まあ、数学に例取りますと数学苦手な子だけではさ無理なんですけど,ど、うん、得意な子まあまあ得意な子、うん、苦手な子とかですねそれからまあびくんなんかでもですねあのもう論文数学もうすぐ3つ,3つ海外出ちゃうとかですねほんであと4つ目も出そうとかなっちゃうと特別天才扱いされちゃうんだけど、はい、あの。 まあ、実際に、マラブ君ちょっと前に受けた、数学の模擬試験なんか結構ですね。<laughs> あんまり言いたくないなって,思って、あの、ちょっと本人を落ち込んでまして。あそうですね。だから、あの、彼の場合はね。与えられた試験でいくと。はい、あの、そんなに、あの、正直なとこ、ろすごくないんです。うん、だけど、あの、テーマを。あの、掴んだ時にはですね。まあ、いい意味で言うと、知的探求心なんですけど、うん、むしろ。 知的好奇心っていう方がずっと強いと思うんですけど、うん、面白くてしゃあないからのめり込む力なんですね、うん、だからむしろあの数学得意かどうかっていうよりもそこに飲みのめり込む力があるそれからあとのめり込む力はないんだけど時々参加するなんていう人でもチームだったらやります まあ真鍋さんはこう先生と一緒にやる機会があって定期試験はそこまで読まないのかもしれませんけれども学会で発表してるとただまあこういう人って全国にいっぱいいるかもしれないだから僕はいっぱい眠ってると思うんですよだからあの試験でトップの上積みだけ選んじゃったらほんの少しなんですけどそれ以外にそこまでいかないけど好きなところにやらさせてもらったらあのすごく伸びる人っていうのは いいいっぱい潜在的にいると思うんですねそこでまあ研究テーマをどうしていくかみたいなところで、うん、まあ先生が与えるのかそれとも自分で考えるのかとまあ2方針あると思うんですが、うん、これは大学の研究室とかでもあると思うんですが先生はどういう方針でやって生徒だけに考えさせるのは僕は間違いだと思うんですね、うん、テーマから一から考えさせるのは一、はい、から考えさせろっていうあの教育方針結構多いんですけど。はい あの一からっていうことは実は生徒が知ってる範囲ってすごい狭いんでものすごい狭い範囲であのどっかの雑誌に載ってたとかあの書店にある問題しか思いつかないんですねで僕の場合はなるべく面白い問題を探してくるただしそれは刺さないんですあそれは刺せるあのそれをどっか変えようっていうとろです、ねはいはい。だからなるべくいいなっていう問題を探してくるんだけど、えー、その問題じゃないことをしようっていう。<laughs> そういういうにやっていままますすそれは結構うくきやっぱりあのいつもちょっと変えてみようと何か変えてみようっていうのは<ー>本当にいつもあのみんなで話していてあの先生が持ってあの来られた問題をじゃあどういうふうな変形ができるだろうどういう条件を変えれるだろうとか言いながらいろいろ案を出していってで,もうできたらあの先輩と一緒にバーッとこうコードを組んで、はい、あのいろいろたあの試していくみたいなすごく楽しくやって でちなみにあの真君将来の夢ってのは何ですかそうです、ね、実は僕数学以外にも<お>あの本当にあのいろんなものに昔から興味があって自然科学系なら本当に何でも好きで<お>なんか石集めてみたり植物の種集めてみたりしたり<お>そういうのをいろいろ調べたり勉強したりするのも好きでだから僕は将来的にはまあ 今はやっぱ数学が一番好きなんですけどあのやっぱりその数,学を他の、まあ、数学を使って他の分野にもいろいろ関われるような、はい、そのためにやっぱりこう AI とか AI と数学と二刀流で、はい、や,やっていきたいなっていうことを考えていて、はいでもあの、まあ、試験ではちょっとそこまであの満点満点ではないけれども <laughs> こうやってあの指摘、ちょっとそこは不満がありますか、今の私の発言には。ああー でもね模擬試験とか強くないよ模擬試験は強くないけど <laughs> 定期テストは結構頑張ってますあ<僕>でまあ世の中にはその、うんそね、まあ試験やっぱりあんまり良くないけれどもそ,<う>その知的好奇心ある人っていうのが埋もれてる可能性は高いと、はい、でそういう人たちをどうやって伸ばしていくかっていうのもちょっと一つの課題かなというところですかねはいということで今日は、えー、組み合わせゲーム理論について、えー、真部くんそして宮寺さんにお話しいただきましたありがとうございましたありがとうございました 最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方は、こちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。